アリーナ立川立妃アリーナ立川立妃は東京都立川市にある体育館。立川市に本社を置く不動産建設会社立比ホールディングスが建設主体となり2017年10月に開場した。立川飛行場に近接して軍用機の製造を行っていた立川飛行機を源流とし現在は不動産業建設業を主体とする立比ホールディングスが 自社工場跡地の土地の再開発の一環として2016年12月20日に建設計画を公表し、同社が事業主体となって建設した鉄骨2階建ての体育館でバスケットボールが盛んな立川市の土地柄を踏まえ、B リーグ2部のホームアリーナに充足する3000人程度の収容能力を持つ。日本建築構造センターが システム建築大手の横川システム建築と共同で開発を行った構造を単純化、標準化して建設費、工期を半減させ、最長50年使用可能な仮設アリーナ、ローコストアリーナの第一号案件として施行された。2017年から2018年シーズンの B リーグディビジョン1では、アルバルク東京が本来本拠としている国立代々木競技場、 第2体育館の老朽化と2020年、東京オリンピック、東京パラリンピックの会場として使用するための耐震補強改修工事を実施するため、レギュラーシーズンの主管試合30試合中26試合を開催するホームコートとして使用する。また、日本フットサルリーグに所属する府中アスレティックフットボールクラブが2019年から2019年シーズンより本拠地として ホームゲームを開催している。このアリーナのある玉都市モノレール、立比駅周辺では、飛行場跡地の再開発の一環で、2015年に三井不動産との共同によるララポート立川立比を開設、さらに近接の立川北駅にある国営、昭和記念公園東の旧国有地にも2500人収容のコンサートホールや、 ホテルオフィスビルなどの土地の再開発を予定しており、これらを総合して、立川市街地の賑わいづくりを目指している。なお現、ララポート立川立比の敷地には、かつて立比企業が、ゴルフ練習場と軟式野球場を設置したことがあり、地域スポーツ振興に貢献したいとしている。ドーム立川立比2018年8月16日竣工。 アリーナ立川立飛の南側にできた施設。建設は立飛グループの立飛エステート。移動式の観客席は1000席。建築面積が約1600平方メートル。8月22日、大相撲夏巡業立川立飛場所での歴史控室として初使用。9月の東レパンパシテニスオープントーナメントでは予選会場として使用された。 道を挟んだ地区には人口の砂浜1200トンで造成された立ち火ビーチを造設。ビーチサッカーは1面、ビーチバレーなら2面が確保できる。立日ホールディングスがパンナムスポーツ機構加盟国、約20カ国の海外選手団受け入れを決めたことから、アリーナ、ドームと共に2020年東京五輪の事前トレーニングキャンプ地となることが予定されている。ありがとうございます。